カチカチ山。カチカチ山は、老婆を残虐に殺した狸を、牢屋に代わって、ギが成敗する日本の民話。題名のカチカチ山とは、狸が背負った芝に、ギが火打ち石で火をつけようとした際、石の音を怪しんだ狸に対して答えたギの言葉によると言われる。江戸時代には、ギの大手柄とも呼ばれていた。あずまくめ作 滝連太郎作曲の動揺が存在している。昔あるところに畑を耕して生活している老夫婦がいた。老夫婦の畑には毎日、昭和なナタヌキがやってきて、不作を望むような、林歌を歌う上に、せっかく巻いた主や芋をほじくり返して食べてしまっていた。豪を煮やした沖縄、やっとのことで罠でタヌキを捕まえる。王は、王なにタヌキ汁にするように言って、 畑仕事に向かった。狸は、もう悪さはしない、家事を手伝う、と言って、バーを騙し、縄を溶かせて自由になるとそのままバーを木根で撲殺し、その上で、バーの肉を鍋に入れて煮込み、ババ汁、ババ汁を作る。そして狸はバーに化けると、帰ってきた沖縄に狸汁と称して、ババ汁を食べさせ、それを見届けるとあざけり笑って、山に帰った。 王は追いかけたが狸に逃げられてしまった。王は近くの山に住む仲良しの兎に相談する。あだを取りたいが自分には叶いそうもないと。ことの天末を聞いた兎は狸成敗に出かけた。まず、兎は金儲けを口実に狸を芝刈りに誘う。その帰り道、兎は狸の後ろを歩き、狸の背負った芝に火打ち石で火をつける。 火打ち道具の打ち合わさるカチカチという音を不思議に思ったタヌキがウサギに尋ねるとウサギはここはカチカチ山だからカチカチ鳥が鳴いていると答え結果タヌキは背中に火傷を負うこととなった後日ウサギはタヌキによく効く薬だと称して唐辛子入りの味噌を渡すこれを塗ったタヌキはさらなる痛みに散々苦しむこととなったタヌキの火傷が治ると 最後にウサギは、タヌキの食い意地を利用して漁に誘い出した。ウサギは、木の船と一回り大きな泥の船を用意し、思っていた通り欲張りなタヌキが、たくさん魚乗せられると、泥の船を選ぶと、自身は、木の船に乗った。沖へ出てしばらく経つと、泥の船は溶けて沈んでゆく。タヌキはウサギに助けを求めるが、逆にウサギに、炉で沈められ、海に溺れて、タヌキは死に。 ウサギは見事にバーのあだを打った。室町時代末期には、現在の形で成立していたと見るのが、一般的である。ウサギは、知恵者、人間の味方として描かれ、狸は、他の昔話や民話でもそうであるように、人間を騙す者、人間を化鹿す者として描かれる。平安時代からすでに見られる、狐狸狸無地名を、人間や、地蔵や者に化けて、 人間を困らせるものとして描く類型の一つ。この物語は三部構成、あるいは三つの話の複合形態をとっていると見ることができる。第一話、人間にいたずらをする動物が捕らえられる話、沖縄狸を捕らえる。第二は、人間に捕らえられた動物が知恵で人間をやり込める話、狸がバーを殺して逃げる。第三は、人間は出てこず。 動物同士の争いの話、ウサギがタヌキを懲らしめ仇だ打ちをする。ウサギがタヌキを懲らしめるために行うひ攻めと水没といった事柄は、決してタヌキを無意味にいたぶるために行われているのではなく、世界各地や日本でも古代から中世に至るまで、性的にも行われていた裁判の一形態である、いわゆる、クカたちの考え方にちなんでいる。 ウサギは裁判官の役目を担わされているのである。もし、タヌキが無実であるならば、火傷もしないし溺れもしないはずだという暗黙の前提で書かれている物語である。現在の唐辛子はもともと、日本になく、ポルトガル人のトライ以降に持ち込まれたとする説をとって、第三部は本来は、日攻めと水没のみであり。 その間に挿入された唐辛子を使う部分は、江戸時になってから付け加えられたとする見方もある。ただし、ここで使われる刺激物は、話によって唐辛子のみならずからし、タデの汁、味噌などのバリエーションがあり、刺激物が変わっただけの可能性もある。また、人を殺して汁に料理したタヌキを罰している点から、カニバリズム、食人に対する、 極めて強い憎悪を想起させ、日本の数ある説話や昔話の中でも移植と言ってもよい。江戸時代には厳しい身分統制を行って、徳川幕府を頂点とする権力秩序構造を安定維持するため、半額や寺小屋で目上の者、すなわちすでに権力を持っている者を敬うよう徹底した感慨句が行われていた。失素倹約を胸とした。 徳川吉宗は、武士の通う半額だけでなく、武士以外の通う寺小屋の教育内容も、儒教的な道徳を取り入れるよう指導し、六論演技体という、今でいう教科書のようなものを配布したりもしている。こうした中で、目上の者に害をなす悪者は、徹底的に罰せられなければならないという、完全懲悪の話が、凍れるようになってくる。江戸時代に古代昔話と言われて、 人気のあった、猿かに、花咲じカチカチ山、絶切れスズメ、桃太郎はいずれも、失踪倹約、完全懲クの物語である。完全懲クの、桃太郎なども、村から、財宝や娘を盗んだ鬼であるにもかかわらず、鬼は何も悪くないのに成敗されたとして、鬼に、感情移入してしまう読み方があるが、同様に、カチカチ山においてもウサギに懲らしめられるタヌキが、 気の毒であると読む人もいる。そこで、江戸時代には、狸に同情すべきところはないとするために、狸が懲らしめられる、芯の一部を削ったものが存在する。江戸時代後期のホアシバンリは、清王子で、第三部のうち、狸が火傷をさせられるシーンを省いている。バーを殺して、沖縄に、バー入りの子を、とろみのあるスープのことを食べさせて、まんまと逃げた狸、それに続くのは、 タヌキが怪我をして寝込んでいたら、ウサギが医者としてやってきた、というシーンである。カチカチ山の題名の由来になる、はずの日内医でカチカチという行動もセリフも、もちろん全くない。そうした、悪人を悪人として描くための江戸時代には、すでにあった改変とは別に、遅くとも、戦時中までには、他の昔話でもそうなのであるが、において、 残酷とされるシーンを割愛あるいは改変した出版がなされるようになった。例えば、老婆は殺されずに重傷を負って一時的な寝たきりとなっていたり、あるいは最後のシーンでウサギも狸の命までは取らない。その場合は狸は最後に改心するなどとなっている。なお、カチカチ山の後にボーボー山となっているところが多い。中、ボーボー鳥の鳴き声だとする物語もある。 他の昔話同様、いくつかの地方に細部の異なる民話の存在が知られている。タヌキがウサギと再会するたびによくもやってくれたなと咎めるが、それはよそのウサギだろう。自分は知らないよと、ウサギがとぼける掛け合いが入っていたり、東北地方ではウサギと熊の話としても聞かれる。また、新潟県にはタヌキを殺したウサギが人間の家に上がり込み、 死んだタヌキを料理して食べてしまうが、その家の人間に見つかり殺されるというパターンが存在する。火によって有罪無罪を確かめるクカた形の類型は、古事記にもすでに見られる。この花咲くや姫は、二二義の巫女との子を見ごもったが、二二義の命は、たった一夜のちぎりで見ごもったことに不信を抱き、自分の子ではなく国つかみの子ではないかと疑った。これに対して、 この花咲くや姫は、もし、国つかみの子なら、無事に出産できないでしょう。天つかみである、二人気の命の子なら、無事に出産できるでしょうと言い残し、隙間をすべて壁土で塞いだ、無個室に入り出産の準備をした。この花咲くや姫は、三気づいたところで村に火を放ち、炎の中で無事に子を産み落として、そうを証明した。太宰治の おとぎ像詞ではカチカチ山を新解釈で書き直し、美少女と男の宿命物語としている。うさぎを10代後半の潔癖で純真、ゆえに冷酷な美少女に置き換えている。対するたぬきは、そのうさぎに恋をしているがゆえに、どんな目にあってもうさぎに従い続ける、ぐどん退職な仲男として書かれている。少女は、仇討ちという名目で、 生理的嫌悪を感じているタヌキを虐待し、男は、ウサギの関心を買いたいばかりに嫌われてもただ、従い続ける。惚れたが悪いかと言い残して溺死して推定に沈む、男を見送る、美少女が、汗を拭いながら美しい風景に美少を浮かべて終わる、という少女の純粋さゆえの悪意と恋する、男の惨めさを必さした作品となっている。前編に、 落語的な言い回しが多用されており、太宰の落語好きな面を伺わせる作品でもある。テレビ東京で、太宰治のカチカチ山のタイトルで2時間ドラマ化も、された。あ、ともこと同期三次は、1777、安永六年、公表し、親仇内原払親の仇打てや腹鼓を表し、狸の息子がウサギをあだ打ちする話を書いた。そこでは、 天然痘の薬として、ウサギの生き肝が役に立つということを踏まえ、タヌキに撃たれたウサギが生き肝を役立てるというストーリーになっている。また、地口として、タヌキはウサギを一刀両断にすると、ウとサギに分かれるという言葉遊びにもなっている。2009年、日本で裁判員制度が導入されるのを前に、小学校2校でカチカチ山を題材とした模擬裁判が行われた。 この模擬裁判の被告人は、タヌキを死に至らしめたウサギ。罪名及び罰状は、殺人罪、刑法199条。なお、松本菊夫は、中学生が演じる儀曲として、カチカチ山を題材にして、刑事、亀の論告、弁護人、狐と被告人、ウサギの陳述、判決は、作品中では下されないなどでなされる儀曲、カチカチ山裁判を書き、 単行本、俺は、ロビンフット、万声書房、2001年、ISBN 978から4から893802583に収録した。また、2015年8月11日、NHK 教育テレビの3回シリーズ、昔話法廷の第2話として、ドラマ、カチカチ山裁判が放映された、脚本、今井正子。 同作では、タヌキは通りがかった村人に助けられ、検察側証人として証言台に立っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。